スーラと後為戦は1554年の秋、インドのスーラと似たオスマン帝国海軍帝督のセーディアリレイスの艦隊をポルトガルが攻撃した戦い。セーディアリレイスはオスマン帝国艦隊を率いて1554年7月2日にバスラから出港しスエズに向かった。彼は8月9日にホルムズで8月25日にマスカットでポルトガルと戦った。 艦隊はアラビア海の沖合でサイクロンに巻き込まれ10日間東に漂流しインドのグジャラートの海岸に達した艦隊はダマン港に滞在していたが現地の支配者メリクエセドからポルトガルの艦隊が接近しているとの情報を得た彼は脱出を図りバスラ出港の3ヶ月後スーラト港に到着したスーラトに上陸したセーディアリレースは 地元の人々と支配者に歓迎された。当時、グジャラート王国は、ポルトガルの来航と二代前の王の死と先代の王の死を原因とする混乱状態にあり、外来の支援者は、貴重だった。即位したばかりの若い王を支持する貴族たちは王に、従わない貴族と戦っており、オスマン艦隊からは、従主200名余りが引き抜かれ、反乱側の拠点、バルーチを攻撃する王軍に加えられた。 インドのポルトガル各拠点から集められた大型ガレオン7隻と、その他80隻からなる、ポルトガル艦隊が、オスマン艦隊の残余を叩くべくスーラと攻撃した。艦砲による攻撃がうまくいかなかったことで、ポルトガル軍は陸上からの攻撃に切り替えた。セーディアリレースと残りの船員たちは陸上に上がり、残豪を掘って約2ヶ月、地元軍と共に防衛戦に努めた。 彼は命を狙われたがこれを切り抜けた。その間にバルーチを攻略した、グジャラートの王軍は、王を含む主力は、アーメダバードで起きた反乱を鎮圧するために、帰還したが、像を伴う文献隊をスーラトに送った。援軍の到着によって、ポルトガルは撤退した。戦いは終わったが、オスマン艦隊は限界に達していた。船は、航海に耐えられないほど痛んでおり、 過去2年近く無休だった船員たちは、エジプトへの帰還は不可能だと訴え、彼らの大部分はこのままグジャラートに使いたいと主張した。セーディアリレースは艦隊を解散し、残った船と資材の売却交渉をグジャラートの当局者と言った。代金は直接イスタンブールの宮廷に送るものとし、それを示す証書を受け取った。同行することを選んだ50名ほどの部下と共に、 セーディアリレースは1554年11月末、ひとまずは、グジャラートの都であるアーメダバードに向けて出発した。以後、2年半に及ぶ旅の始まりである。ありがとうございます。